どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はイーストの12丁目あたりにいて、これからねストランドブックセンターっていうところに行きます。まあ、そこは何かっていうと、まあ、本屋さんなんですけども、こちらね結構雑誌とかにも載ってるね土産屋さんで、私もね結構愛用しているトートバッグとか、ね、結構可愛いのが売ってて、毎回のように来てるので、今回ね紹介させていただこうかなと思います。外観はこんな感じで、まあ、こちらあの左上のストランドとなっているあの本屋さんのロゴですね、見たこと多い方多いと思うんですけども、まあ、こちらも有名なんでね、ぜひ今回紹介させていただこうかなと思います。それでは行きます。トートバッグがとても有名です。かわいいですよね。マグネットですね。ポストカードです。これはバースデーカードですね。すごい種類が豊富です。さすがアメリカっていう感じですね。ここは本屋さんなんでね、本から古本まですごいたくさんあります。結構缶バッジってやつもありますね。ポスターですかね。ピンバッジ。I remember you telling me about the little mermaid thing, and then they hit me right after you had walked away. Those, yeah. They did the Cinderella with Randy. That shit was amazing. Yeah, that's all right. Hell yeah! That's my favorite. 子供用の T シャツまであります。こちらには靴下もあります。日本っぽいのもあるんですね。
ゃれですね。この T シャツパーカー有名ですね。外にもですね、こういう風に古本がたくさん置いてあります。じゃあ1ドルから5ドルとか、5ドルから7ドルとかね、そういう感じで値段が分かれていますけども、物価の高いニューヨークだと考えられないぐらいですね、安い。外に売られてる本も相当たくさんありますからね。まあ残念ながら、まあ、ほとんど洋書となると思うんですけども、まあ1ドルだったらちょっと見てみてもいいかなっていう気もします。いかがだったでしょうか。今回はストランドのブックセンター、ストランドブックストアをね紹介しました。ここはね、T シャツ、特に T シャツとトートバッグですねが結構有名で、雑誌投稿にもね結構載っているので、ぜひねニューヨーク来られる方見てみてはいかがでしょうか。地図もね、概要欄に貼っておきますので、そちらも参考にしてください。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。